レビアニメガールズバンドくらいウェブラジオガールズバンドくらいラジオにも全部ぶち込め。皆さんこんにちは。テレビアニメガールズバンドくらい河原木桃役ゆりです。この番組はテレビアニメガールズバンドくらいの最新情報や魅力はもちろん、私たちのこともたくさん知ってもらおうという気持ちを全部込めてお送りするラジオ番組です。そして今日の担当はゆりと伊勢凛奈くりなでお送りします。よろしくお願いします。久しぶり、二人はね、久しぶりですよ。はい、なんと今回から隔週更新だったので、なんかラジオ自体もね、私的には毎週来てたので、確かになんかちょっと久しぶりな感じがするんですけど、もう8月ですよ。暑い暑いね。9月末ぐらいまで暑いんだっけな、確か。あと2ヶ月ぐらい。なんか最近雨、大雨みたいなのが多くない？なんかゲリラ豪雨のが多くて、ちょっと前なんかバンド連の後にさ、傘持ってなかったんですよ。持ってなかったので、もう滝のような雨で、ね、やばいなって思って、でも駅にレンタル傘みたいなのがあって、それを差して帰ったんで、皆さん安心してください。風邪ひかなかったね。はい、そんな感じなんですけど、皆さんもね、体調に気をつけてお過ごしください。はい、今日もぜひ感想とかはハッシュタグガルクラジオをつけてポストしてください。それでは始めていきましょう。ガールズバンドくらいラジオにも全部ぶち込め。今日もよろしく。テレビアニメガールズバンドくらいウェブラジオガールズバンドくらいラジオにも全部ぶち込め。改めましてゆりです。りなです。さて最近の私たちについてなんですけど、まずねアルバムやブルーレイに収録されている新曲の視聴動画が3夜連続で、はい、なんと公開されてましたね。皆さん聞いてくれましたでしょうか。どうでしたか。闇に溶けてく、そして蝶に浮いた赤い糸、はい、乾く憂うの3曲ですよ。リナさんは、まあ、聞きましたよね。リナさんはね。そうですね。どうでしたか。いや私はあの乾く憂うが、一番この中だと一番好きで、はい、私もですですよね。やっぱ、はい、トゲトゲ感あふれるサウンドというか、そうだね、最初に全て壊したい、そう、あそこは何ですか、あれは。あれはもうあそこでみんな壊されたらしいよ。ね、私もまさかこんなセリフっぽい曲が来ると思ってなくて、曲もらった時これかっこいいぞと思って、あれはあの結構あんまり声に出していないというか、もう結構息たっぷり、息が9割とかの、あの声で歌ったんですけど、もうマイクにめっちゃ近づいてくださいって言われて、あのもうなんかラジオだとちょっと伝わんないんだけど、もう何ゼロ距離みたいな、そう、あのなんかね3センチぐらいしかマイクとの距離がなくて、全て壊したい魂を込めて言いました。はい、どうだったんですかそれ。一発 OK で何回か撮った。何回かやった、やっぱかっこよく言って難しい。むずいよね。今までの曲ではなかった、ほぼなかったか、なんか黎明のデリートしたいぐらいかな。ほぼじゃあもうこのウィスパーボイスから始まる曲っていうのは、そうです、めちゃくちゃかっこよかった。ありがとうございます。闇に溶けていくですけど、こっちはどうですか。私結構ギターね、アルペジオめっちゃ使ってる曲なので、まあ、苦手ではあるかと。苦手って言ってるよねずっとアルペジオ。そうなのね、だからちょっと頑張らないとなって感じなんですけど、でもこう疾走感あふれる曲調で、そうなんだよね、聴いててすごい気持ちいい曲なの。気鬱とかハゼテとかね、同じ方が作ってる曲なんですけど、ミスティミントさんが作ってますね。めちゃくちゃ爽やかでね、あなたの高音がとても美しい。いやーありがとうございます。すごくいいと思います。ありがとうございます。はい、そして蝶に結いた赤い糸、はい、こちら歌詞がいいんですよ。とんでもソングですよこれ。そうですよね、これとんでもソング、これはもう、はい、いい曲です。そして楽器もちょっとあれかな、今までのなんて言うんだろう、エレキとかロックな感じよりちょっとアコギでしっとりした曲なので、こちらもね演奏面とっても緊張なんですけどまあいつかライブで披露できるのを、はい、楽しみに練習頑張りたいと思っています。はい、まだ皆さんはねこうブルーレイとか買ってくださった方以外はこう視聴動画の
1分ちょっとぐらいかな、ワンコーラス分だねしか聞けていないので、これぜひ全部フルで聞いてほしいよね、はい、もうね、トゲなしトゲありの曲はこう2番以降のわかりますよ感想がめちゃくちゃ魅力たっぷりなんですけど、ちょっと視聴動画じゃ聞けないということで、そうなんですよ、ぜひともフルを聞いてほしいなっていうふうに思います。はい、そして、今月なんと兄様がありますね。私たちが出演するのは1日目ということで、緊張しますね。緊張しますね、大舞台で。そうだよ、私たち今までワンマンとかでも1000人ぐらいのキャパで、川崎100フェスとかもいっぱいお客さんいたけど、桁違いですか。そうかね、埼玉スーパーアリーナ、やばいね、ちょっと緊張するんじゃないの。どうなんですか、大丈夫。まあ大丈夫だと思いたいよね、うん、頑張って練習はしてます、うん、練習してる。たくさんのね、いろんなアーティストさんが出るということで、うん、そうだね、やっぱり他のさ、アーティストさんのファンの方とかもたくさんいるから、うんうん、そうだね、こうワンマンライブとかとは違う楽しみ方ができるのかなっていうふうに思っていて、私たちを見るのが初めての人がほとんどじゃないかな、うんうん、しかもこうやっぱり兄様といえばこのペンライトがこう印象的というか、うんうんうん、でもトゲのライブって大体こう拳を使って、ね、うん、光物とかあんまりないから、うんうん、ないね、この間ね、迷子さんのライブ、はい、私たち 見に行ったんですけど、うん、本当にペンライトすごかったんだよね。なんか掛け声とかも、うん、こう一体感マシマシで、本当にすごかった。始まった瞬間からなんかびっくりしたよね。なんか隣にゆりちゃんと隣に座ってたんだけど、うんうん、なんか顔見合わせたよね。何かが起こるたびに顔見合わせてすごいね、うん、すごいなんかね、うん、私たちのライブとは違った雰囲気のライブでめっちゃかっこよかったんですけど、うん、かったね、そしてライブの話に戻るとワンマンもねちょっとずつ近づいてきているという、兄様からライブだらけですよ。そうですよ、やばい、楽しみ、ワンマンベキャン、はい、気合を入れていきましょう、はい、体調崩さずいきましょうね、はいはい、その他で言うとフリーダムトークもね、シュリちゃんがこの間あの最初一人でやってて、はい、次私、そしてリナちゃんと、はい、担当したんですけど、お互いどうでしたか。私はね、リアちゃんの全部聞いてました。え、全部ちゃんと聞いてた。そう、楽しかった。私が歌いまくってたやつでしょ。そうそう、なんかあの聞いてなかった人のために説明すると、うんうん、まあフリータムトーク、フリータムフリータムトークね、うるさいよフリータムトークね、うん、まあまあなんかゆりちゃんの時は LINE スタンプ、うん、そう、一緒に考えようみたいな感じだったんですけど、私の時はそういうなんかお題みたいなテーマトークみたいなのなかったよね、うん、トークテーマみたいなのがなかったので、うん、なんかインスタとかで質問とか募集したりして、ね、うんうんうん、でなんか途中から歌枠みたいになっちゃって、うん、なんか好きな曲何ですかとかボカロとか、うん、何聞くんですかっていう質問を答えてるうちに歌うことになっちゃって、そうそうそう、これはこれはみたいな、いろんなコメントしてくれて、ね、したら私もちょっと気分上がっちゃって、なんか、うん、おすすめのボカロ曲とか、なんか歌ってほしいやつとかないですかって言って募集しまくって、そう、30分ぐらいだったんじゃない、いや1時間ぐらい、50分ぐらい歌い続けて、いやって思って、質問答えないでこの子ずっと歌ってるさ、ずっと歌ってると思ってね、歌っちゃったんですけど、上手だね、何歌ってもすごい楽しかったですよ、楽しかった、またやりたいですね、うん、ね、やっぱりりなちゃんはね10時までっていう制限があったので、はい、終われるのかなと思って頑張って終わりました。りなあと何分だよとか言って、あのコメントしたり、あと何分でおめでだよめんでじゃないでもめちゃくちゃ楽しいスペース、うん、そして、普通のねあの仕事とかじゃないので言うと、うん、2人で最近遊びにも行きましたね、はい、写真をあげましたね。そうなんです、アンテナ、まあ、カラオケに行ったりだとか、アニメご飯食べたりだとかしましたけど、りなちゃんの可愛い格好がねツインテールがめっちゃ可愛くて、ね、そう、それあのスペースの時にも話してて写真とかも上げてましたけど、うん、うね、どうですかこの子は、こんな洋服を着ます私服ではこういう感じなんですよね。ずっとこう中学生ぐらいの時からずっと気になってた系統で、うん、なんか手を出そうにもなかなか出せずにいたのを、うん、ついに手を出したんですよ可愛い、はい、あのお洋服はシークレットハニーさんというところのめちゃくちゃ可愛い、うん、そうで一緒に見に行ったんだよね。そう、池袋行って、そうそうそう、リアちゃんがここだよってめっちゃ可愛くて、白のふわふわをゆりちゃんに着てほしいって言われたんで、うん、あ、そう、可愛かった。私普段あんま黒い服ばっか着てるからさ、そうだね、うんうん、いいんじゃないですか、次は白にチャレンジしてみようかなと思います。そう、すごい、ちょっと可愛くて、あの買ってあげたくなっちゃう
リナの誕生日にはお洋服買ってもらおうかなとか言って、そう、めっちゃ可愛かったんですよ。縦切りね。そう。なんで、皆さんもね。私を可愛くしてください。リナちゃんの可愛い私服また上がるかもしれない。はい、お楽しみ。楽しみ。という感じで。では、ここからは皆さんからいただいたメールをご紹介しましょう。はい。ペンネーム、白い人さん。はい。はじめまして、こんばんトゲ。こんばんトゲ。こんばんトゲで合ってますでしょうか。合ってますよ。完璧。最近サブスクで第1話を見て、そこからはもうハマりにハマってすぐに全話を視聴し、その勢いのままラジオのことを知ってメッセージを送らせてもらいました。作品で表現している、正しさと間違い、売れると売れない、やりたいとやりたくないなど、メディアは違えど同じエンタメに携わる人間として深く心を揺さぶられ、自分のことも好きになれた作品との出会いに感謝でいっぱいです。このプロジェクトに関わっている全ての皆様、本当にありがとうございます。こちらこそ。そうだね、ありがとうございます。そして音楽も全ての曲が大好きで、今ではトゲトゲなしでは生きられないくらい大ファンです。次はブルーレイコンプリート。ーこれからもこの作品と皆様の活動を心から応援しておりますということで、ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんだ、サブスクでハマって全話視聴し、ラジオのことも知ってくださったということで、メッセージくれてるとめちゃくちゃ嬉しい。行動力の塊ですね。本番トゲで合ってますよ。合ってますよ。あとはおつとげとかありますからね、おつとげ、おはとげ、おはとげあんま使う人いないんだよね。いる？なんかね、でもだいたいおつとげ、私たちが朝に起きないから、起きないからか。朝ツイートしないよね。そう、私も関係ないこと朝にツイートしたりすると、おはとげってみんな言ってくれたりするから、あ、じゃあ私たちのせいでした。私たちが朝起きてないからだよ。そうか、そうだ、おはとげ見ないなって思ったら私が起きてない。そうおつとげはめっちゃ見るね。たくさん挨拶ありますので、たくさん使っていってください。そしてブルーレイ、次はブルーレイコンプリート。コンプリート。やっぱブルーレイね、一巻ずつこう表紙っていうか、一、うん、巻はニナだったりとか、二巻モモカ、三巻スバルちゃん、ね、この先どうなのみたいな。新曲もね入ってますからね。そうなんですよ。ぜひコンプリートしちゃってください。何回でもね、再開してくれたら嬉しいです、はい。ありがとうございます。メッセージもありがとうございます。続いて、はい、ペンネーム。イートンチリ、イートンチリさん、多分合ってる。イートンチリさん、はじめまして、こんばんトゲです。こんばんトゲ、久しぶりに面白いアニメに出会えてすっかりハマってしまいました。最近はアニメのライブシーンを何度も見ています、うん、自分は母親の影響で洋楽ロックを聴き始めてから、うん、ギターを始めたりしましたが、社会人になってから忙しくなりやめてしまいました、しかしガールズバンドくらいを見て、久しぶりにウォークマン取り出して音楽を聴くようになりました。ギターもまた始めてみようかなと思っているところです。さて本題なのですが、ガールズバンドくらいに出てくるニナなのですが、見ているととっても気の強く、はい、自分の意思を曲げないところが私の大好きなロックスターたちにそっくりで、とっても大好きなキャラになりました。その中でニナ・ハーゲンというドイツのロックスターがニナと中身が似ているような気がします。パーソナリティの方々は誰に性格などが似ていると言われた経験はあったりしますか。難しい。誰に似てる、あんまりないかも。なんだろうね、性格で似てるってあんまり言われないよね、なんか、うん、でもじゃあさ、ガルクラの5人の中だったらさ、誰に似てるとかある。私ゆりちゃんに似てると思う。え私あれどういうこと。って本物リアルのトゲトゲ。今即答で、あ、私ゆりちゃんに似てるって言われたけど、あ、じゃあ、あ、そうか、待って、まあそうね。まあそうかも。ガルクラの、あのアニメの5人とリアルの5人の両方だったら一番いい、私似てるってこと。うん、あ、そっか。今ありがとう、でも即答してくれた。私もまあそうだね、リナちゃんに似てるか。感じることがなんか一緒なんだよね。そう、笑いのツボとかが結構同じだったり、二人で一緒にいるとバカになるんだけど、そう。なんかね、ハモったりとかね、いうことが、ね、考えてることが同じだったりするから、趣味とか好みとかもね、結構かぶってたり、うん、このニナ・ハーゲンっていう人が私はちょっと気になりますね。ロックスターがニナと中身が似ているってちょっと結構はちゃめちゃじゃないかな、ね、男性かな、そうかな、どうなの、ちょっと調べてみます、うん、ニナちゃんはね、ニナにニナと違うタイプ、いろいろね、聞かれたりしても言ってるけど、うん、真逆か。私はあんまり
感情を表に出すのがこう苦手というか、うん、自分の意見を人に伝えるのがすごい苦手、うん、なのででも最初のあのニーナちゃんの人見知り時代っていうかさ、ももかさんに出会いたてとかさ、スバルちゃんと会ったばっかとかはさ、ね、めっちゃ共感できるんじゃない？あれはめちゃくちゃわかるし、うん、似てるなって思います、ね、なんか会ったばっかりのリナちゃん思い出した。なんか、ね、あんま喋んなくてちょこんと端の方にはあはあ、みたいな、そう、うん、思い出したから、そういうとこは、まあ、似てるとこもあるかもしれないね、うん、そうだね、うん、まあ、根っこの部分が似てないのかな。いや、どうなん、そうか、表に出すそのね、初対面の人とかは似てるかもしれないんですけど、うん、いや、ギターをね、こう始めてみようかなと思っているらしいので、ね、ぜひ、そのきっかけになれて嬉しいですよね、うん、ウォークマンで使ってた？使ってないか。ウォークマンって何？って思ってる？私はウォークマン使ってましたよ。あれ、なんか音楽流すやつ？中学校とか。そう、なんかちっちゃいやつ。ちっちゃいやつってわかんない。なんか、なんて言うんだろうな。でもなんかわかるよ。わかる？わかる。イヤホンとかさしてさ。なんかさ、ちっちゃいかなんか、ちっちゃいスマホみたいなプレイヤー。あれをウォークマンっていうの？そう。それ使う。そうなんだ。私はピンクのウォークマンを使ってました。同じかも。なんかね。持ってたの？いや、なんか、家族。お姉ちゃんとか持ってたのかな。いや、どっかな、母父が母父か、持ってたかもしれない。なんかね、触ったことあるよ。ほんと？で、ウォークマン、今懐かしい気持ちになりました、私は。ウォークマン、うん、今度じゃあ見せてあげる。ないかな、もう。じゃ今度ちょっと検索してみせます、うん、これがウォークマン。よろしく。はい、ありがとうございます。ぜひギターね、はい、再開してみてください。はい、続いてペンネーム六連さん。トゲトゲの皆さん、こんばんトゲです。こんばんトゲです。突然ですが、自分語りします。どうぞ。最近会社の方針についていけなくなり、やる気がなくなっていたのですが、リナの間違ってないなら我慢なんてする必要ないという言葉に背中を押され退職することにしました。転職への不安はありますが、どこかすっきりした気持ちです。これからも中指立てて生きていきます。ありがとうございました。ロックですね。ロックだよ。すごいすごい。でもさ、うん、いいんじゃないですか。まあそうだよ、うん、方針、うん、方向性の違いってやつだね。そうだよ。ニーナの言葉に背中を押されたという、うん、ちょっと人生変えちゃいましたよ、ね、この六連さんの。でもいいですね、すっきりした気持ちということで、ね、まあね、そのままずっとその会社にいてモヤモヤしているぐらいなら、うん、次の会社行ってすっきりと、うん、すっきりしてくれたら嬉しいですよ、うん、中指立って、はい、小指を立ててほしいかな。小指でお願いします、うん、はい、ちょっとさらされたりしたらちょっと怖いからね、うん、やばいからね。ロックに来てください、うん、はい、はい、はい、引き続き皆さんからのメールをお待ちしています。アニメの感想や私たちへの質問など何でも OK です。ぜひたくさん送ってください。ではここで1曲。テレビアニメガールズバンドクライブルーレイ &DVD ボリューム3豪華限定版に収録されている新曲です。トゲなしトゲありで乾く憂う。ガールズバンドクライウェブラジオ、ガールズバンドクライラジオにも全部ぶち込め、これなしこれあり。バンド名トゲなしトゲありにちなんで、いろんなシチュエーションのお題をリスナーの皆さんに送ってもらって、それに対してこれはありなのかなしなのかをその日の担当メンバーでお話ししていきます。今日はゆりとりなでや
やっていきましょう。久しぶりだな。久しぶりだね。ね。いやどうなりますかね。はい、ではね、メールを読んでやっていきたいと思います。まずはこちら、ペンネームよしむんさん。夏休みの宿題全部まとめて最終日にやる、これなしこれあり。はい、どうだろうな。私は最終日決めた。最終日、うん、はいはいはい、決めました、はい、じゃあいきますよ。せーの、なりですよね。あなたはね、ありって思いましたよ。やっぱり。いやー、これは最終日なのが私は多分ちょっとね、焦っちゃうから最終日じゃなければ。なんかね、冬休みの宿題とかは、うん、あの年越しの時に徹夜すんの私は。で、徹夜でその全ての宿題をその日に終わらせるっていうのを、うん、中学生ぐらいかな、うん、3年ぐらい連続でやってた。すごい。毎年そこでもう絶対寝ないの。みんながあの大晦日で紅白とか見てる時に、うん、絶対に宿題を今日やばい気持ちで拷問。そうで、自分に厳しすぎる。3時ぐらいになってもやってて、やば。でその時から猫飼ってたんだけど、うん、あの3匹いるうちの2匹目のね、うん、男の子の猫がそういう時絶対にあのそばにいてくれるのね。で頑張って一緒に徹夜すんの、うん、なんかだからかわいそうだなって思ってちょっとなでなちょっと寝ようかみたいな感じで、うん、ちょっと横になったりして、うん、また起きてってやってたから、あの1日で済ませるのはありなの、うん、最終日っていうのがちょっと怖いからできない。徹夜じゃないと無理、うん、あなたは。私は貯めますよ。貯めますよね。かなり貯めますよ。かなり貯めますよね、はい、夏休みの宿題で苦労したのはあります？やっぱ自由研究。あー、確かに無理なんだよね私あれ。いやー、わかる。なんかね、小学校低学年とかの時は、うん、こう何でもこう興味津々で、うん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 、こういろんなやつやりたいってなるんだけど、うん、年を取るにつれて、いや、そりゃそうよ、意欲がなくなってくる。やばい。だからもうなんかさ、漢字ドリルとかさ、こなしていく方がもう楽になるよね。うん、そう。そういうなんか、ね、自分で考える系が嫌なんだよね、私。私なんだろうな。でもね、数学が苦手だから数学系はめっちゃ苦戦するのと、うん、習字とかさ、うん、どう？めんどくさいかも。そう、めんどくさい。やっちゃえば早い。でさ、習字とかって大体さ、何枚も書くけど1枚目が一番いいとかそういうのあるよね。ある。だからさ、懐かしい習字とか。懐かしいね。もうないか、ね、ないよね、高校生は。私はないですね。中学もなかったかも。本当？小学校までだったな。じゃあ懐かしい思い出ですけど、うん、でもまあ貯めない方がいいんじゃないですか。まあ確かにね、最終日はやめた方がいいんじゃないですか。はい、ではお次。はい、ではペンネームベースさん。暑い日に怖い話やホラー映画を見て涼を取る、これなしこれあり。うん、はいはい、うーん、いいよ、わかった。せーの、なし。ねえ、分かれるね。さっき似てるって言ったの、嘘だったのか。いやなんで、なし、なし、ね、怖いじゃん。いや怖いよ。一人は無理よ私も。なんかさ、涼を取るっていうか、うん、日常生活に支障をきたすから。いやそうね、ちょっとやだなって思う。でもさ、怖い話とかホラー映画って寒くなるのかな、ズバってくるみたいなってさ、なんかってなって、ゆりちゃんちにお泊まりした時に一緒にホラー映画見たじゃん。見た。マジで怖くて、あれ怖かったんですよ。でも寒くはなんなかくて、寒くはひたすら脳裏に焼き付く感じがして、なんスマイルだっけ、めっちゃ怖かった。そう、映画で呪われていくんだよね。呪われてなんか笑顔になって、そう、笑顔で死ぬ前に笑顔になる。そう、目の前で笑顔で死んでいく。そうっていうので怖かった。あれ結構さ、ゾワゾワするっていうよりさ、こう勢いで驚かせてくるタイプだったよね、うん、いや今思い出して結構今怖いかも。後ろ見えないもんだって。怖いか、いるかもよ後ろ。でも私は怖いのね。そう、怖いの嫌だけど、うん、ちょっとね、興味本位。いや見たくなっちゃうから。わかるよ、うん。量を取れるかは別として、まあいいんじゃないかな。ちょっとやり、一人は無理だけど。うん。でも結構、どうなんだろうね。メンバーのみんなって怖いの得意なのかな。シュリは結構詳しいよね。ね、前もなんか怖いの見たいから。そうそうそう。みたいな。うん。おすすめみんなにもツイートで聞いてたりしてたから。実はシュリはいけんのかな。
あんま驚かなそうじゃない、うん、なんかニコニコしてそう、うん、ルパさんみたいな、ルパさんみたいなね、ちょっと今度みんなでやってみて、うん、怖いな、みーちゃんとかめっちゃびっくりしそうだな、ね、ちょっと楽しそうなのでいつかまあ、はい、やってみたいなと、うん、では次いきます。こちらペンネーム北枕さん、酢豚やピザにパイナップルを入れるのはなし？あり？ポテサラにリンゴとか生ハムにメロンとかいろいろあるらしいんですけど、こういうしょっぱいのに甘いのが入ってるってどうですか？決めた決めた、うん、せーの、あり。これはありですよ。美味しいよね。美味しいよね。酢豚にパイナップルはまだ食べたことないかもしれないんだけど私。あとおばあちゃんが作るポテサラにいつもリンゴが入ってて、うん、そうなんだ、それがうまい。私食べたことないリンゴ、ポテサラに。美味しいですよ。美味しいんですか？なんか生ハムメロンね、これよくなんか聞いたことない、おばあちゃん家に行った時に出てたんだけど、うん、小さい時ってその意味わかんないじゃん、うん、なんかなんでみたいな、なんでこれ一緒に食べる、うん、だから私は剥がして食べてた。生ハムは生、メロンはメロン、メロンとかめっちゃ好きだったから。だけどもう今はね、わかります、美味しいよね。今さ、ちょうど家にメロンあんだよね、うん、生ハムは、生ハムちょっと買って帰ろうかな。うん、いいと思う。やってみる、やってみるわ。巻いて食べるだけだよね。巻く、まあ、巻く、まあ一緒に食べる、うん、一緒に食べる、こう上にね、こう乗ってるっていうかさ、うん、ですよ。パイナップルにピザ私結構好きなんだよね。美味しくない？え、食べたことない？パイナップルにピザ、え、ないの？ない。酢豚にパイナップルもなくて、うん、ない。じゃあ今度うちでピザパーティーです。なんかゆりちゃん家にさ、行くたびに初めてのことをやんだよね、うん、あ、そう、なんかこの前来た時はナンを食べたことがないって言ってて、うん、初めてカレー好きなのにね、なんかなんて、な、ゆりちゃんなんて何みたいな言われて、え、なんかパンみたいな、もちもちした甘、なんかパンみたいな、でかいよみたいな言って、じゃあ食べてみようかなって言って食べたりしてたよね。うまい、そう、うまいって言って、あと、なんだっけ、初めてのなんか回転寿司行った時に、うん、白子だっけ、あ、食べたことないって言って食べて、うーん、みたいな、なんか多分美味しくなかった、なんか、うん、んーみたいな、なんかこういう感じね、美味しいとは言わなかった、そう言ってたから。いや、次はじゃあピザにパイナップルやってみましょう、はい、初めてね、はい、うん、はい、では続いて、はい、こちらペンネーム筑前さん、今後もう使うん、今後、うん、今後もう使うことのないものは思い入れがあっても思い切って捨てる、これなしこれあり。今後むずいな。もう使うことのないものは思い入れがあっても使わないでしょ、思い切って捨てる。はい、はい、乗った、うん、いいよ、せーの、あり。おお、捨てるよ、邪魔邪魔な、写真に残すぐらいはまあしてもいいかもしれないけど、まあ、そうだね、だって使わないんだよね、うん、なんだ、何、例えばあれじゃない、小学校の頃に作ったなんかオルゴールとか、あー、捨てるね、捨てるかもな、うん、なんか結構さ、うちのお母さんもさ、うん、掃除好きなタイプなのね、うん、だからなんか小さい頃のそういうなんか何工作みたいなやつも結構取っといてたけど、うん、もう大人になって見ていらないよねみたいな、うん、確認して捨てたりするから、うん、私も結構断捨離するタイプかもしれない。私もそうだな、片付けが下手くそだからさ、無駄に物があるとさ、うん、なんかあ、もうぐちゃぐちゃになっちゃう、ぐちゃぐちゃになっちゃうから、うちは、私断捨離するタイプって言ったけど結構物多いかもしれない。ゆりちゃんち物多いよ、物多いよね、うん、でもいらないものじゃないんだよ、うん、全部いるの。でも汚くはないんだよね別に。そう、物は多いけ けど汚くはない、なんか物に囲まれてるっていう話情報量が多いんだよね部屋の。そうそうそう、だから楽しめますよ、うん、うち来たらね、いろいろ見るとこあるから。そう、だからまあまあまあみんな二人ともね、はい、これはありということで、今日は以上です、このコーナーでは皆さんからのなしかありかの2択で答えられるシチュエーションのお題を募集します。ぜひ送ってください。お待ちしています。テレビアニメガールズバンドクライウェブラジオ、ガールズバンドクライラジオにも全部ぶち込め。ではここで1曲、私たちトゲナシトゲアリの楽曲をお届けしましょう。トゲナシトゲアリで恋なき魚。いつまで待って寺に一つ変わらないなら、どいつもこいつも手にならない。そもそも誰かのせいだと言ったってこの痛みは消えないんだ。ちょっとさを抱えてうつくまるだけの毎日にさよならしたいと願い。神様なんてこれっぽっちも信じてないくせに。
なき魚をお聴きいただいていますが、この曲はどうですか、りなちゃん。この曲は、うん、ゆりちゃんが好きっていうイメージ。そうなんです。です。もういろんなとこで。ラジオでも何回か言ったかな。うん、めっちゃ好きなの、この曲。めっちゃ言ってる。そう。もう分かったよって感じだと思うんだけど。演奏がね、本当に楽しくて。うん、コーラスも歌ってるんだけど、こうりなちゃんとね掛け合いっていうか、うん、うるさいんだよのとこだったりとかね、バカみたい、うん、バカみたいってバカみたい、あ、そうそうとかね、バカみたい、そういうところもめちゃくちゃ楽しくて、で演奏面ではギターは結構コード多めだから、うん、こう歌いながらでも楽しく弾けるんですけど、そしてこのギターソロ、はい、疾走感のある、かっこいいですね、もういつも全力でうわーって思って弾いてるので、うん、めちゃくちゃ楽しい曲なんですよ。はい、この曲はね、うん、割とこうなんていうの、音域が結構低いとこにいるので、うん、うん、こう歌いやすい人多いんじゃないかなと思うんですけど、うん、やっぱりその音域が低い分声がかっこいい、うん、良くなる、そうだね、過去一、なんか今出てる現時点で一番こうかっこいいを意識して歌ったのがこの曲かな。あ、ほんと？かっこいい、なんか今いつもより声色が結構、うん、深みがあるというか、うん、曲によっていろんなりなちゃんのね一面が見れるのかな、うん、はい、この曲ぜひライブとかでも聴いてくれたら嬉しいです。めちゃくちゃ、ね、盛り上がれると思います。はい、はい、ということで今日お聴きいただいたのはトゲなしトゲありで声なき魚でした。テレビアニメガールズバンドクライウェブラジオガールズバンドクライラジオにも全部ぶち込め。ここでお知らせです。オリジナルアニメガールズバンドクライは各配信サイトで配信中です。ぜひ配信でもガルクラをお楽しみください。続いて音楽情報です。これまでの各話の挿入歌の音楽配信がスタートしています。各種音楽サイトにてぜひ何度でもお楽しみください。またシングル CD も各種発売中です。 CD でしか聴けない楽曲もありますので、ぜひこちらもチェックをよろしくお願いします。はい、そして8月28日にはトゲナシトゲアリのセカンドアルバムトゲナシの発売が決定しました。テレビアニメのオープニング主題歌ざっと僕らの街やエンディング主題歌誰にもなれない私だからはもちろん、劇中で披露された挿入歌も収録されています。さらにトゲナシトゲアリの新曲2曲も加えた全12曲入りのアルバムになっています。はい、初回限定版のブルーレイにはアニメのオープニングエンディングのノンテロップ映像や劇中のライブシーン7曲をこちらもノンテロップで収録。さらに今年の3月に開催された私たちのファーストワンマンライブ薄明の女装より、雑踏僕らの街と誰にもなれない私だからのライブ映像も収録されています。ぜひご予約よろしくお願いします。はい、次にパッケージ情報です。アニメガールズバンドクライのブルーレイ &DVD が全7巻で発売決定。ボリューム1、ボリューム2は現在発売中。ワンマンライブの最速先行抽選申し込み券やオーディオコメンタリー、オリジナルソング CD など豪華な特典も収録されていますので、ぜひ手に入れてください。そしてボリューム3のジャケットも公開になりました。ジャケットは嘘つき T シャツのスバルちゃん、可愛かったですね。はい、うん、特典も公開されていますのでぜひご確認ください。こちらはセカンドアルバムと同じ8月28日発売です。はい、最後にライブ情報です。トゲナシトゲアリのワンマンライブが決定しています。セカンドワンマンライブ輪廻の断りは9月13日に川崎クラブチッタで開催。サードワンマンライブ方向の奏では11月2日に東京ドームシティホールにて、そしてフォースワンマンライブは12月20日に豊洲ピットでそれぞれ開催されます。チケットの最速先行抽選申し込み券はアニメのブルーレイ &DVD に封入されています。皆さんのお越しをお待ちしております。そして、はい、迷子とトゲなしトゲありの対バンライブアボイドノートの開催が決定しました。嬉しいですね。日程は2025年1月12日、会場は東京ドームシティホール。こちらのチケット最速先行抽選申し込み券は9月25日水曜日発売のテレビアニメガールズバンドクライブルーレイ &DVD ボリューム4とポッピンパーティー迷子合同ライブディバイトユナイトブルーレイ完全生産限定版と通常版に封入されています。ぜひ手に入れてください。
はい、今日ご紹介した情報の詳細などは作品公式ページや公式 SNS などにも掲載されていますので、ぜひそちらもご確認ください。以上、お知らせでした。テレビアニメガールズバンドクライウェブラジオ、ガールズバンドクライ、ラジオにも全部ぶち込め。お送りしてきましたガールズバンドクライ、ラジオにも全部ぶち込め。今回の配信もエンディングのお時間です。この番組では皆さんからのお便り、メールを募集しています。アニメの感想はもちろん、私たちに聞いてみたいこと、話してほしいこと、コーナー宛てなど何でも OK です。メールは番組の配信ページにあるメールフォームから送れますので、ぜひそちらもご利用ください。コーナー説明も書いてありますよ。たくさんのメールお待ちしています。番組の配信ページには私たちの収録時の写真やそれぞれの感想も掲載していますので、ぜひそちらもご確認ください。そしてこの番組には温泉プレミアムサポーターの方だけが聞けるおまけコーナーがあります。こちらもぜひお聞きください。そして次回のこの番組は、8月22日にゆり、りな、しゅり、そしてなんと誰だ、このガルクラジオ初めてのゲストとして、ひな役の近藤れいなさんをお迎えしてお送りします。初ゲストどうですか。あ、なんかドキドキだね。ね、いつも自分たちがこう、招かれる側というか、自分たちがゲストとして出演していただいた、いただいたラジオとかもたくさんあるんですけど、招く側、ついに招く側になりましたね。喋れるか心配だな。なんかドキドキですけど、ね、初めてお会いするので、私はそうか、はい、いろいろひなについてだったりね、はい、聞きたいなと思っているので、はい、ひなについてだったり近藤さんにお聞きしたいことなどあれば、ぜひそちらもね、メールをお待ちしています。はい、ということで今日のラジオはいかがでしたか。いや、これなしこれありが、なんか意外とね、前半合わなさすぎて、びっくりしちゃった。なんか、私たち似てるんですとか言って、なんかちょっと合わなかったけど、あれなしなしでもまあ楽しかったですね。はい、たくさんお便りも読めてすごく楽しかったです。はい、楽曲のね、感想も引き続きメールとかでお待ちしています。はい、以上、ここまでのお相手はゆりとりなでした。せーの、おつとげー。